さま、こんばんは。毎日絶好調のトレビファチビクロサンボ、別名働き蜂、働きアリと呼ばれております。徹子の部屋、日曜スペシャル第1弾、ミュージックスタートなの。保育園では泣いた赤鬼、3匹の子豚、7匹の子ヤギと子豚、おいしそうな子ヤギたち、どの子ヤギたちから食べてやろうかな。3匹の子豚は藁、レンガ、木の家に暮らしていましたが、ある日タコタッタッタ、狼がやってきて、ふう、息で吹き飛ばしてしまいました。ところがどっこい、藁、レンガ、木の家、どの子豚が助かったかな。答えはレンガかな。藁の家だとふう一息で吹っ飛んでしまいますね。四字熟語も起死回生、満身創痍、危機一髪、地球滅亡、いろんな四字熟語がありますが、誰でもわからないことは Google で調べてみることも一つの勉強方法でございます。あっという間のためごと、
森のバターといえば果物はアボカドです。スイカは英語でウォーターメロンと言います。犬はドッグ、ツバメはスワローと言います。当たり前だのクラッカー、子供たちも疲れが来る時期だと思います。のびのびとお外でマスクを外して熱中症予防に心がけましょうね。日曜日は本当は安息日ですが、先生はいつも絶好調です。阿鼻叫狗。あっという間のためごろ。上等博覧ヨーロッパ。面白おかしく楽しく学ぶことが、ピアノレッスンも楽しくなるコツでございます。英語の皆さんとのグータッチにハイタッチ、相手をきちんと立ててあげることも大切です。相手目上の方を尊重し、ちゃんと失礼に当たらない振る舞い、ちゃんと相手を立てるっていうことも時には必要になってきます。それではまた。いつも可愛い絵を描いてくれます。絵というのは子どものきちんと性格や個性を表しております。原色や原色を好む子はとっても活発元気で、なかなか集中力がない、お外で遊ぶのが大好き。パステルカラーはシャイで人見知りがする。それでもとっても繊細な心を持ったお子様が多いです。ちゃんと褒めて励まして、できたわね、あらかわいいわと、ちゃんと認めてあげることも大切になっていきます。それではまた。だるまさんがころんだ。最初はグーチョンケッポン、生まれたて頭を6歳9歳81歳。それでは